ただいまから令和元年伊豆新会6月定例会を再開いたします。本日の出席議員は16名であります。定数に達しておりますので会議は成立いたしました。直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配布の通りであります。日程に基づき一般質問を行います。本日は発言順序6番の下山昌司議員の質問を行います。それでは6番の下山昌司議員。はい、皆さんおはようございます。6番下山昌司です。発言通告書の通り一般質問をさせていただきます。市民生活の安心安全を守る行政サービスの取り組みについて市長教育長に答弁を求めます。平成の時代から令和の時代となり多くの市民が新たな希望を抱いていることと思いますが、改めて平成の時代を顧みると平成7年の阪神・淡路大震災をはじめ未曾有の大地震の数々、大型台風、さらには不幸な事件、事故も数多く発生した時代だったと回想いたします。幸い当時においてはここ数年甚大な被害を被った大災害や事件、事故は発生しておりませんが、南海トラフ地震の発生も危惧される中、時代は令和になっても大災害や事故はいつ発生してもおかしくない状況に変わりはありません。安心安全な市民生活を守ることは行政の最大使命であります。今後予期される大災害や事件事故対策の備えは十分であるか、過去の教訓をもとに当時の現状課題を明らかにし防災減災に努めるべきであると思います。最近も連日事件事故の報道がされている中、とりわけ高齢者の交通事故報道が後を絶ちません。中山間地で人口減少が顕著な伊豆市においては公共交通網が脆弱なため、現役世代から高齢者まで自家用車がなければ多くの市民生活は成り立ちません。結果不幸な交通事故のリスクは常に潜んでおり、決して他人事ではありません。当市における交通事故安全対策や事件、事故の防犯対策の課題をどのように捉え、市民の安心安全を守るための市民サービスの取り組みが十分に実施されているか伺います。1、高齢者の自動車事故をどのように捉え、伊豆市として高齢者の自動車事故防止、交通安全対策は具体的にどのように考えていますか。2、通園・通学時における交通事故安全対策は十分に図られていますか。保護者や地域住民の方々と連携されていますか。交通事故や防犯上危険な箇所を特定し、その情報を共有した上で、行政として交通安全、防犯対策の取り組みは十分にできておりますでしょうか。3番、本年4月1日、静岡県では、静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が施行されました。そして10月1日からは、自転車保険加入義務化と、児童・中学生の自転車通学時には乗車用ヘルメット着用義務化も施行されています。それを受けて当市においては具体的な取り組みは考えていますか。以上です。ただいまの下山昌司議員の質問に対し答弁を求めます。市長。はい、市長。
皆さんおはようございます。お答え申し上げます。まず高齢者の交通事故についてなんですが、伊豆市の場合には、防犯それから事故防災上ですね、犯罪は特殊作業を除いては、非常に少ないんですが、残念ながら交通事故は、後を絶たないという感じです。で、大きく要素としては、一つは観光客のお客様が多いものですから、伊豆スカイライン、西伊豆スカイラインとか観光客の運転に伴う事故がなかなか減らない。で、もう一つは市民の事故の場合にはですね、昨日杉山議員からもご指摘ありましたけれども、中伊豆小学校の前とか松ヶ瀬とか横瀬の三皿とか、構造上事故が多いところもございます。ここは行政の責任として改善しなければいけない。そして3つ目の大きな問題が、やっぱり高齢の方の運転で、実際に伊豆市でも平成30年中、高齢の方の運転者に起因される事故が、これ定義的にはですね、65歳以上の方が車両を運転し第一当事者となった事故、この発生数が57件あって、前年同比プラス9件という残念な結果になっております。伊豆市の場合には、福祉宅地券や、また70歳以上の方の行き行きパスなどの施策もしているのですが、運転を難しくなった方に対する施策というものをこれからも検討する必要があろうかと思います。で、2番目の通院通学の通園については健康福祉 部長に答弁をさせます。で、3点目は基本的に教育委員会で検討いただくことですが、自転車の一番使われるのはオランダで、オランダ、ドイツが自転車社会の先進国なんですが、大人も子どもも全員ヘルメットをしています。で、損害賠償社会ですから保険も入っていますし、それから手信号を全員やるんですね。で、大人警察署の方と話をしたときに、その通りなんだけども、手信号については、あまりこう上手じゃない方が後ろを見てキョロキョロ手信号されると逆に危ない場合もあるので、ヘルメットはぜひつけてほしいけれども、手信号については今義務化することの講座も少し検討されているようです。したがってヘルメットの義務化と自転車保険の加入というものは行政としてもやっぱり積極的に進めるべきだと考えております。私も行政の長であると同時に市民の代表ですから、私は自転車に乗るときには必ずヘルメットを着用し、そして確認したところ、損害賠償責任が入っているということで、自動車の保険の中で自転車事故、私の場合にはしっかり保険をかけているという状況でございます。教育長。皆さんおはようございます。それでは私の方から ② ③についてご回答いたします。まず ② についてですが、議員ご指摘の通り、交通事故安全対策は大変重要であると認識しております。児童生徒の登下校時の安全に通学できるよう、学校、地域のボランティアの皆様、警察の方々に横断歩道や交差点等で見守っていただいており、大変感謝しております。また、明るい社会づくり運動に取り組む皆様より、小学校、義務教育学校の新入生に、黄色い帽子や黄色い傘、また、新中学生、義務教育学校後期課程の生徒には、腕章を配布していただき、交通事故防止に役立っていると考えております。教育委員会といたしましては、警察、および交通安全部局とも連携し、交通事故のみならず、児童生徒が安全に通学できるよう、学校におきましても交通安全教育に取り組んでまいりたいと考えております。また、昨年の8月末から9月中旬にかけて、学校や保護者により、通学路における防犯上の危険箇所の洗い出しをしました。各学校から50件の報告がありましたが、防犯上特に対策などが必要と思われる箇所17箇所を抽出し、9月までに学校、建設課、防災安全課、警察、
PTA、県の土木事務所、そして教育委員会で合同点検を実施し、点検実施後に対策を協議しました。県や市、警察でできる対策については、それぞれ担当の部署で対応することとしました。教育委員会といたしましては、学校においても非常時の防犯教育はもとより、引き続き警察署や防犯部局とも連携を密に取り組む所存でございます。次に、丸三ですが、自転車保険の加入促進ですが、昨日の杉山誠議員にもお答えしましたが、10月1日より静岡県においては条例が制定され、県民の生活に欠かせない交通手段である自転車の安全で適正な利用が促進される取り組みが始まりました。学校長も児童や生徒が自転車を安全かつ適正に利用できるよう必要な教育を行うこととされました。伊豆市内の小中学校で自転車通学を認めている学校は、修善寺中学校、土井小中一貫校の後期課程の2校です。今現在、この通学を許可するにあたり、ヘルメット着用は義務付けておりますが、10月1日までには今回の県条例の施行をもちまして、保険加入につきましても義務化というような方向で対応していくよう各学校に改めて指示をしたいと考えております。以上です。それでは補足説明の申し出がありますので、健康福祉部長。おはようございます。私の方からは ② の子ども園での通学時の取り組みについて説明させていただきます。昨日杉山議員からも質問がございましたが、大津市において園児2名が亡くなるという大変痛ましい事故が5月に起きてしまい、園長会や保育士の研修会でも交通安全の徹底見直しを指示いたしました。また国県の指導もあり、保育所等での保育における安全確認徹底について各園に周知しております。大津市での事故はお散歩中の事故でありましたが、お散歩は子どもの情操教育や体力づくりにも大切な園外活動であり、子どもたちも非常に楽しみにしているところです。お散歩コースについては園でもお散歩マップに危険箇所を加えたり、地域で現地を詳しく知っている方から雨により急な流れになる河川や土砂災害の心配がある箇所をハザードマップを使い教えていただき、安全を確認しているところです。また事前に保育士が現地を歩き確認するなど、今後も交通安全に、そして防災防犯について徹底していきたいと考えています。また園児のほとんどが親御さんの車で送迎するものですから、親御さんには入園や進級の時など、子ども園での駐車場の中での事故防止や駐車場から子ども園までの通園路について、警察署からいただいた配布物などを配布するなどをし、交通安全マップを用いて気をつけるように、指導をしているところでございます。以上です。はい、再質問はありますか？下山議員。はい。それでは再質問いたします。本年4月19日、東京東池袋におきまして、非常に衝撃的な、事故が発生いたしました。加害運転者は87歳の高齢者であり、その運転ミスによりアクセルペダルを踏み続け、100キロ近い猛スピードで、そのまま交差点に突入し、ゴミ収集車と衝突した後、母子2人を死亡させ、負傷者も9人に上りました。その日の午前中までは、幸せに暮らしていた何ら過失のない母子2人の命が一瞬のうちに奪われ、被害者家族が不
幸のどん底に突き落とされることになった大変痛ましい事故でした。加害者やそのご家族に対して、慰めの言葉も見つかりません。残念なことに、この事故の後も全国各地で衝撃的な、高齢者事故が連日報道されております。つい一昨日も81歳の高齢者が運転する、ワンボックスカーが、福岡で、今日のニュースですと約130キロの猛スピードで逆走し、多くの負傷者が出て、運転していた、老夫婦が死亡したという事故でした。当市においてもいつ何時、不幸な事件事故が発生してもおかしくないと思い、今の現状を把握し、伊豆市の交通安全対策や防犯対策が、少しでも進んで市民の安心安全が、守られればと、その願いから質問いたします。先週の金曜日の夕方、たまたま FM 伊豆の放送を聞いていたところ、防災安全課の職員さん2人が、最近の事故を詳細に分析して、特に高齢者事故の交通安全を啓発し、運転免許自主返納制度の話もしておりました。頑張って市民に発信しているなと思いました。そこで伊豆市の高齢者で現在も運転されている方っていうのは何人ぐらいいるか掴んでおりますでしょうか。はい、答弁求めます。総務部長。はい、部長。高齢者という括りですと65歳以上ということでご理解いただきたいと思います。現在伊豆市民で65歳以上の方が、約21,175名おります。そのうち、運転免許の保有している方が7233、約 34% の65歳以上の方が免許を保有しているという現状でございます。以上です。はい、再質問ありますか。はい、下山正司議員。80歳以上とかそういう括りではわからないですね。はい、はい、答弁願います。はい、総務部長。こちら大首都警察署の方のデータで一応65歳以上の高齢者ということで、70歳80歳という細かいところまではデータがいただいておりません。以上。はい、再質問ありますか。はい、下山議員。はい、答弁願います。総務長。失礼しました。先ほどの65歳以上が2万1000人と申しましたのは、すいません、じゃ免許の保有者が、7200人ということで、すいません、ちょっともう一度これ調べさせてください。申し訳ありません。ひょっとしたら大首都署管内かもしれませんので、はい、すいません。先ほどの答弁の訂正がありましたので、はい、それでは下山議員。新聞市場ではですね、80歳以上の、高齢者のうち4人に1人が未だに運転しているというような記事もありました。ここにいるですね、16人の議員のうち11人は、約 70% 当たりますけれども、65歳以上の高齢者であり、我々自身もですね、自動車を運転するときには十分注意したいと思います。高齢者の事故は大首都署管内でも、前年度より18件増加しているということですが、当市における高齢者の事故の傾向とその具体的な対策はどのようにされているかお伺いします。はい、答弁願います。はい、総務省。まず高齢者の方の、特に車両事故でございますけれども、やはり出会い頭や後ろからの追突といったケースが挙げられます。主な原因としてはやはり前方不注視によるものなのかなと思っております。伊豆市としましても市の地形柄ですね、なかなか高齢者の方も車を手放せないというのが現状のようです。
昨年もデマンド交通の実証実験やってもですね、なかなか実績が上がらないというのはやはりご自分で運転して出かける方のがやっぱ利便性がいいということもあろうかと思います。で、まあ、他種の状況を見ますと、そのやはり、老化というのは交通事故につながる危険性が確実に高まっていくということをまずは、自覚していただきまして、まあ、運転にだんだん自信がないなというような自覚が持たれる方は、まあ、免許証の自主返納をしていただく方策なのかなと。ただ、伊豆市は、福祉のタクシー利用券等は80歳以上の方を限定としております。で、予想を見ますと、この自主返納についてだけ そのタクシー券の配布等をやっているところもありますので、市としまして、その自主返納を促すのに新たな制度を設けるのか、またこの福祉タクシー券の制度自体をどうするのかというのは、検討していかなければならないように感じております。以上です。はい、再質問ありますか。はい、下山議員。はい、まあ、全国的には、認知症が疑われる高齢者事故による重大事故は、まあ、後を絶たない状況のようです。まあ、多くのですね、高齢者の事故、その第一当事者は、ブレーキを踏んだが止まらなかった、と証言されていますが、まあ、その後の事故の検証結果はエンジンに不具合はなかった、運転ミスではなかろうかという、そういう報告がされております。まあ、伊豆市において、高齢者の事故は、まあ、総件数はですね、そんなに数はないということですが、まあ、一旦不幸な事故が発生した場合には、単独事故ではなく、他人を巻き込む大事故に発展する可能性、危険性は、十分考えられます。そこで、考えられる危険リスクの一つずつ取り除いていかなければならないと思いますが、伊豆市内において危険な箇所やどのようなリスクが存在しているか、その辺は認識されておりますでしょうか。教育部長、先ほどの分析した箇所、50箇所分析で十何点をっていうのは、ちょっと例を挙げていただければと思います。それは防犯です。防犯ですか。防犯だ。交通安全と違う。ごめんなさい。はい、総務長。まあ、市内の道路状況を見ますと、やはり、まあ、まだ歩道が整備されてないとかですね、交差点も不十分なところもあろうかと思います。特に、まあ、高齢者に限らずですね、基本的には交差点や横断歩道の付近、これらが危険な箇所、また若干その交差点の進入も分かりづらいようなところもあったりするようなことも聞いておりますので、そのあたりはやはり道路管理者とですね、しっかり建設部交えて、点検というか改修の方を検討させていただきたいと思います。建設部長どうでしょう、掴んでますか。特に特別ないです。はい、建設部長。まあ、高齢者の交通ということなんですけど、まあ建設の方でやってるのはですね、昨日ちょっと話しましたけど、通学路の点検ということで、昨日話しました24年以降の、まあ、結構そういう事故が発生してますので、24年から毎年1回、4回は、通学路の合同点検を、国交省と、文科省、警察庁などを点検をしている状況でございます。で、その中で、まあ、箇所数はですね、まあ、4年間で合計延べ数ですけど154件箇所を点検しまして、その中で要対策箇所ということで80件が、まあ、要対策でしょうということで、確認しました。で、その中で70件は、もう実施対応済みということで、その中ではまあ、区画線の引き直しとかですね、例えば伐採、流木により視界が不良なところは伐採を入れるとか、あとはポストコーン、グリーンベルト、
要するに路肩にグリーンベルトをやるとか、そういうようなことで、対応している状況でございます。以上です。はい、再質問ありますか。はい、下山議員。今の答弁でですね、ある程度対策は練っているなということですが、まあ、私自身もちょっと気になっているところを、再度確認、させてもらいたいと思います。天井北道路が開通してですね、月ヶ瀬インターチェンジなんですけども、まあ、こちら青羽から左折するとき、湯ヶ島方面から右折するとき、ちょっと進入口がですね、分かりづらいんですよね。このまま放置するとややもすると、慣れてない高齢者の方が逆走して大事故に、なる可能性もあるかなと思いますが、そんなような声は、当局には届いていないでしょうか。はい、建設部長。スピアセンター、開通して、まあ、自分もですね、そこを取ったときに状況はですね、まず修善寺方面から湯ヶ島に向かってくると、そこで、左折で都営区直線直進で右折湯ヶ島青羽に戻る右折と3車線あります。で、上りの方は1車線ということで、今言われたように、例えばここで湯ヶ島方面からそこで右折して、浜北道路に入るときに3車線と1車線ということで非常に分かりにくいという状況でありました。で、それを踏まえて、国と県と公安委員会はですね、現地確認して、今現在ポストコーン と、ガードレールの矢印を設置している状況でございます。で、まあ、今後はですね、今道の駅のところで進入路を作ってますので、それが完成したときにはですね、上り方面、修善寺方面にはですね、グリーンでこう矢印をつけて伊豆縦貫道というような表示をするというようなことを聞いてますので、まずそういう対応を確認して、まあ、その後どういう状況かということはまた今後の対応になると思いますけど、今そういう現状でございます。はい、再質問ありますか。はい、下山議員。よくわかりました。道の駅がですね、整備されてくれば、もうちょっと分かりやすくなるんじゃないかなって私も期待してたんですけども、大事故がある前に、しっかりと改善できればなというふうに、思っております。先ほど総務庁の答弁で危険な箇所、交差点や、まあ、横断歩道という、答弁がありましたけれども、市内には数えきれないほどのですね、横断歩道があります。その横断歩道をですね、斜め横断している方が、何人か、見かけたことがあります。これ不幸にしてですね、自動車と衝突した場合、弱者である歩行者であっても、その責任は今問われます。3日前の静岡新聞の記事でも、横断歩道の赤信号を無視して横断した歩行者が、バイクと衝突してバイクの運転者が死亡した事故が発生しました。静岡中央署ではこの歩行者も重過失容疑で書類送致する方針を固めたということでした。この歩行者は41歳でしたが、ややもすると高齢者は視界が狭くてですね、横断歩道まで行かずに無理な横断をする可能性もあります。これはまあほんの一例なんですが、このような危険箇所について例えば警察や専門家による出前の交通安全教室開催をですね、もっと頻繁に開催すると、交通安全の啓蒙運動がさらに必要だと考えるんですが、その辺はどのように考えますか。はい、総務長。主には交通安全についてはお医者所管内の交通安全協会に所属しておりますが、その交通安全指導員の方がいます。この方々で、まずはその お子様を対象にいろいろ交通安全教室を実施していただいておりますけれども、老人クラブ、高齢者の方には老人クラブ等の団体に対しても、
この交通安全教室を実施しておりますので、まずはそういう教室の回数を何とか増やせられないかということと、あと運転をされる方には、危険度予知訓練、こう何て言います、画像を見ながら危険度をこう予知する、ペダルを踏むとかですね、そういう訓練も実施しています。高齢者の人としてはそのシルバー人材センターの方の会員などにも参加していただいておりますので、なるべく多くの方に参加していただけるような機会を作っていきたいと思っています。はい、再質問ありますか。はい、下山議員。そうですね、繰り返し、そういった、講習等も、高齢者の事故防止につながるのではないかなと思いますので、ぜひ今後もよろしくお願いします。総務長の、答弁にありましたが、高齢者の事故のリスクをやはりできる限り回避するには運転免許の自主返納制度、これをですね、やはり最も効果的だと、考えます。自主返納者のサポート体制がこれはしっかりしていなければ、なかなか進みません。仮にですね、自分が、この伊豆市に住んでいて10年15年後に、そんな立場になって、免許を返納し運転ができなくなった、そんな時を考えると、自由が引かなくなるし遠出もできなくなるということで、きっと寂しい気持ちになるだろうなと思います。先月5月にですね、実施した議会報告会の、ワークショップでも、修善寺の温泉場の方が、我々は日常の買い物に困っている、買い物難民ですと意見されていました。市内の中山間地ならともかく、温泉場の皆さんから、買い物に困っているというそんな話がちょっと意外でしたが、高齢者で運転しない方は予想以上に多いのかなというふうにも思いました。また天城の方では、通院ですね、通院の時には、慶友病院や中島病院の中島委員ですかの送迎を、利用していて大変助かっていると聞きました。高齢者の買い物や通院の交通手段を、今後充実していかなければ、運転に不安があっても、日常生活のことを考えて無理にでも運転してしまうのではないかなと思います。また高齢者の免許の返納については何よりも家族の説得が、絶対的であると思います。そこで、伊豆市の免許返納者へのサポート体制の現況はいかがでしょうか。今後どのように充実していくか、お伺いいたします。はい、答弁願います。総務長。はい、長。先ほども少し述べさせていただきました、現在特に自主返納された方への、サポートというのは制度的には、持っていないんですが、80歳以上の方 の、 その福祉タクシー券の利用と、あと70歳以上の方の生き生きパス、この2つの制度で現在その高齢者の方 の、 その社会活動への参加の機会を作っておりますので、ただ80歳の方の福祉タクシー、じゃあ70歳75歳で返納した方は使えませんので、そのあたりをですねしっかり検討させていただいて、伊豆の国神奈美でもそういう自主返納された方へのサポートしておりますので、当然伊豆市でも検討させていただきたいと思っております。でまたあと、行政ではないんですが警察の方でやってます、運転免許証の自主返納された方へのサポート点制度というのがあるようです。自主返納された方がその証明書を持ってお店に行ったりすると割引を得られるとか、あとその、タクシーなんかも若干の割引があるような制度があるようですので、できれば市内のどうも加盟店ちょっと見させていただくと市内の店舗さんとかですね、その運送事業者さんがちょっとないように見えたもんですから、そういう事業者への働きかけも今後していきたいなとは思っております。以上です。はい、再質問ありますか。はい、下山議員。はい、そうですね、その特典については私も見ましたが、湯の国会館で200円だけの割引、
他には伊豆市内ちょっとね見当たらなかったんですね。その辺もぜひ、今後、検討してください。50年60年運転してきた、高齢者がですね納得して返納できるように、公共交通や、コミュニティバスの充実を図ってもらいたいと思います。先ほどもちょっと触れましたけれども、買い物難民は、ある資料によりますと今や、過疎高齢地域に限ったものではなくて都会でも、坂道があって買い物の負担が多いとか、また団地にエレベーターがなくて不便などの理由で、便利なはずの都会でも職を取り巻く環境は悪化しているようです。そこで2012年に設立された徳島県に本社を置く企業で全国700万人の買い物難民をサポートする移動スーパー徳島るという会社がですね課題解決型ビジネスとしてわずか3年で全国的なネットワークとして成長しているようです。当時においても昔ですね、JA が、のぶちゃんかということで移動販売車をやっておりましたが、このような民間活力を利用してですね、お年寄りの、日常の生活に、寄与するようなことは、今後考えられますでしょうか。はい、答弁願います。はい、秘書。いくつかそういった試みもですね、ありまして、鳥の八木沢でも一時補助金申請まであったんですが、そのビジネス上の収益性が見込めないということで取り下げられた経緯がありました。それからその時に、コンビニの方でも今の中伊豆の初マグランドに跡地に誘致したような企業と同じように、宅配のサービスをするような傾向がありましたので、そちらの動向を見てみようかというようなことで、状況の推移を見守ったような次第です。で、私も小さい頃はのぶちゃんか来るの楽しみにしてましたから、それも一案ですし、それから地域の集会所に、何らかの商品を展示してもらうようなこともですね、あるのではないかという気がします。で、伊豆市は他の案件でも申し上げたんですが、やっぱり120近い区というのはかなりやっぱり区の数多いんですね。で、それをその無理やりくっつけるのではなくて、ある程度こう一致しているような、例えば本会議と大平垣とか松ヶ瀬と佐賀とか、そのようなところで共通にここの集会所を使いましょうのような、そしてそこに月に1回お店に来ていただこうとか、そういったこともですね、移動販売者とともに展開できればなと、ジャストアイデアですけれども今考えているところで、いわゆるコンパクトシティと呼ばれる修善寺駅周辺に生まれ育った人たちに、そこを家を放棄してこっちのスーパーマーケットの横に引っ越してくださいというのはかなり難しいと思うんですね。そうするとやはり大きくその住み変わることによって、コンパクトタウン化するのは時間かかるので、それまでの間に今生活されている方々の利便性を改善していく具体的な施策というものを検討したいと思います。はい、再質問ありますか。はい、下山議員。はい、議長。その徳島丸さんですが、軽トラックの荷台にですね、高齢者の希望に沿う食料品や生活雑貨も積まれていて、行く先々で、待ち構えていたように、家から出てきた高齢者が、買い物を楽しみ、合わせて良き相談相手にも、なっているようです。料金はですね、プラス10円ルールという設定をしているようで、決して高くないなと思うんですが、ぜひ今後、このような民間の、活力も検討していただきたいと思います。続きまして ② ③についての質問ですが、昨日の杉山誠議員の質問と重複しておりますので、できるだけ重複しないように、② ばんについては防犯対策を中心に、ちょっとかいつまんで質問いたします。当然子どもたちや、
まあ、女性、高齢者などの弱者を守るには、地域住民が一体となってですね、交通安全対策、防犯対策に、取り組むべき体制づくりが、必要だと思います。その上でいくつか気になっていることを質問させていただきます。旧鹿野小学区なんですけども、いまだにですね、通学路に、通学路鹿野小学校という看板が、あるんですね。その辺ご存知でしょうか。はい、答弁願います。教育部長。はい、存じております。はい、再質問ありますか、下山議員。まあ、確認されていればいいんですけども、まあ、これは通学路だからですね、注意してくださいという、まあ、意味だと理解していますが、まあ、地域の住民からすると、まあ、鹿野小学校から天城小学校ってもう6年になりますね。まあ、いつまでもそのまま放置していくのかなというふうに感じて、やもすると行政は、子どもたちを思いやる気持ちがないのかなと思われても仕方がないと思いますので、早急に対処していただきたいなというふうに思います。はい、答弁ありますか、教育部長。はい、ご指摘の通りでございます。やはりどうしても、道が狭くなっているところでありますとか、車の出あるところに看板が、まあ、10箇所程度、我々もすみません、把握しておりまして、ご指摘の通り、天城小学校になった時点でですね、すぐに、まあ、学校側、それから PTA の方々、実際と協議をしてですね、見直すべきだった点については反省をしておりますので、直ちにまたそのあたりの対策につきましては、学校 PTA と協議をしまして、まあ、名称を変えるなり、場所の見直しをするなり、有効な手立てを考えたいというふうに考えております。はい、再質問ありますか。はい、下山議員。先ほど教育長の答弁で、市内に17箇所の危険箇所があるということでしたが、まあ、天城小学校の通学路となっている、まあ、雲金地区ですが、まあ、半世紀前ですね、私たちの中学生時代だと半世紀前になるんですけども、同級生、そして約20年ぐらい前の、自分の娘も、変質者に遭遇しております。まあ、下校時にですね、学校から離れて一人になったときに、まあ、人目のない地区では、交通安全対策と同時に不審者対策も大変重要であると思います。そこで、ちょっといくつか質問したいんですが、簡潔に、述べていただきたいんですが、同胞無線防災ラジオ伊豆市情報メールの活用に特に不具合はないでしょうか。はい、答弁願います。はい、総務長。情報メールにつきましては、正直なところ、若干まだ登録者数が、まあ、少ないのかなと。で、これはぜひ、利用していただいて、防災防犯、いろんな情報、まあ、観光もそうですが、流しておりますので、まずは登録をしていただきたいということです。で、あと、まあ、ラジオにつきましても、正直、難聴区域があるということは聞いておりますけども、なかなかその解決策というのが、具体的な解決策が見出してないところが正直なところです。あと、同胞無線につきましては、若干聞こえにくいところは、個別の受信機や個別のアンテナを立てていただいておりますが、ただ、その場合は家の中では聞こえるんですが、家の外では聞こえづらいというちょっと難点もございますが、何かしらの方法で今、ラジオや個別受信機で、聞こえるような手立てはしているところです。以上です。はい、再質問ありますか。はい、下山議員。そうですね、もう一つですね、静岡県警のエスピック安心メールっていうのはご存知でしょうか。はい、総務長。はい、以上。はい、県警の方でまあ、ある学校の付近とかにですね、不審者の方がいたりすると、そのどこどこでそういう不審者の方がいますというような情報が、メールで届くという話は聞いております。で、警察でそういう情報を流すときはですね、市の方でも、当然、まあ、同胞無線というわけにはいかないんですが、情報メールでそういう情報も一緒に流すようにはしております。以上です。はい、再質問ありますか。はい、下山議員。
教育長にお聞きしたいんですが、例えば不審者に遭遇した時の防犯ベルとか、まあ、大声を出して逃げる指導、こんなことは、指導はされていますでしょうか。はい、答弁願います。教育長。はい、教育長。主に小学校の低学年 1,2 年生に入ってきた段階で、大声を出して実際に子どもたちを大声を出させて逃げるっていうようなことを体育館の中でやったりしながら、いかのお寿司だとかいうことも含めて、そういう教室を開いて、ともかく、こういう場合はこうするんだよというようなことを、低学年のうちから、訓練をしている教室を開いております。はい、再質問ありますか。はい、下山議員。もう一つ、駆け込み110番の家というのは、おひと警察とか PTA でなく協議会で、各地域にありますが、その効果は、どのように捉えていますか。はい、答弁願います。教育長。具体的にそこへ入ったっていうケースってほとんどあまりないとは思います。で、私の知っている範囲だと、利用しているのがその看板があると子どもがトイレを借りやすいっていうような話はよく聞いたりしますが、実際にそこへ飛び込む、で、教えるときも看板があるうちへ入れじゃなくて、ともかく近くへ逃げなさいって言ってるもんで、そういう意味ではあの看板は逆に抑止力であったり、また安心して子どもが行けるという、そういうものだと考えています。はい、再質問ありますか。下山議員。教育長の答弁の通りだと思います。先ほど申しました、私の娘もですね、約1キロ近かったんですが、もう駆け込み110番の家なんかは全然考えずに家まで走って逃げてきました。ただですね、いろいろそういう看板等によって、防犯の抑止力には、なると思います。もう一つ、最近あまり見かけなくなって、気になっているんですが、青色の防犯パトロールの現況はどのような感じでしょうか。はい、答弁願います。総務省。はい、長。青色の、まあ、回転灯を有しているその車ですけども、市の方でも本庁と各支所に1台ずつで合計4台、配備をしております。まあ、定期的にいつもあるということはまだ定期には行ってないんですけども、やはりその青色灯を回すことによって注意喚起ということもありますので、どういうそのタイミングで巡回したらいいかというのも含めて、検討してまいります。また大首都警察署に届け出されている民間の青色パトロールカーも11台あると聞いておりますので、ちょっとどういう団体の方が所有しているかまだわからないんですが、できればそういう民間の方もですね、活用していただいて、よりその防犯上役に立てるような方策を考えていきたいと思います。はい、最初もありますか。下山議員。実際にですね、この防犯パトロールに関わっている方にちょっと聞いたんですが、まあ、車検証なんかも全部登録して、結構申請が煩雑らしいですね。それから新車にしたりするとですね、この青色のあれが磁石が強くて、ボネットとか天井につけるときにちょっと躊躇しちゃうというような気を聞いて、どうも最近活動が活発化していないというようなことを聞きましたので、その辺もう一度チェックしていただきたいと思います。まあ、ありとあらゆる防犯対策をですね、施しても、100% 安全が保障されるわけではありませんけれども、犯罪抑止力を働かせる、取り組みは絶対に必要であると思います。これからは地域住民イコール見守り隊として協力していただける市民に、安価でも構わないんですが、蛍光色で統一した、あるいはウィンドブレーカーを配布してですね、下校時の、まあ、家の前に立ってもらうとか、田んぼや畑、農作業中に来ていただくとか、あるいはウォーキングの時に着用してもらう、そんなような、対応はできないでしょうか。はい、答弁願います。はい、総務長。はい、
まあ、ウォーキングの方にはよく反射材等の配布は、それはその方の身を守るという意味で反射材等の、配布はさせていただいておるんですが、まあ、市民生活の中でそういう防犯の目的を持った、そういう ベストですか、そういうものを今まで考えたことなかったものですから、ちょっと、まあ、防犯協会や近隣の市町の状況などをちょっと確認していただき、まあ、仮に実際市民の方がそういう外での作業等で身につけていただけるかどうかというのも若干疑問もありますので、しっかりその辺は専門の方にちょっとご覧させていただきたいと思います。はい、再質問ありますか。はい、島山議員。そうですね、ただですね、子どもたちを見守りたいという気持ちはあっても、まあ、逆にですね、不審人物ではないかと勘違いされてですね、困るようなこともあるかと思います。いろんな住民がですね、子どもたちと安心して挨拶ができるような、そんな仕組み作りができればなと、思います。ぜひ検討してください。最後に、静岡県自転車保険条例に関する質問をいたします。まあ、これはですね、隣の伊豆の国市選出の土屋県議の発案で、まあ、同時に責任者として条例化に取り組んだものと聞いております。唐突に市長に自転車保険入っているかどうか聞こうとしたら、大使答弁で、入っているという、答弁がありました。さすがに市長だなと思います。一般の人にですね、自転車保険入っていますかというふうに聞いても、今ピンと来ないんですよね。市長の答弁の通り、自動車保険、火災保険、障害保険に、特約がありまして、その特約に入っているかどうか、そこのチェックがまず必要ではないかなというふうに思います。先ほど市内中学校の、自転車通学者は、まあ、ヘルメット着用が義務付けられているということでしたが、例えば修善寺中学と都営小中一貫義務教学校ですか、は通学者が、自転車通学者がいるということでしたが、何人ぐらいいますでしょうか。はい、答弁願います。教育長。修善寺中学で32名、都営小中一貫校の後期課程中学校部分ですが、7名自転車通学をしております。はい、再質問ありますか。はい、島山議員。わかりました。まあ、ただですね、通学時だけではなくて、自転車の事故は、まあ、学校の管理下ではありませんけれども、塾へ通うときとか、友達と遊ぶときとか、まあ、高校生の、自転車通学はよく見かけます。この辺、まあ、交通事故対策として自転車の、交通マナー、昨日もちょっと答弁ありましたが、再度お聞きいたします。はい、答弁願います。教育長。はい。中学校の方では毎年1回、交通安全教室ということで、先ほどお話に出ました、大首都警察署の交通指導員の協力を得て、交通安全教室を開いております。修善寺中学は全学年を対象に、天城中学も全学年、それから中伊豆中学校と都井小中一貫校は、中学2年生の段階で、交通安全教室で自転車のマナーの向上を目指して教室を開いております。はい、再質問ありますか。はい、下山議員。わかりました。まあ、今後ですね、新中学校の開校に向けて、まあ、保護者の一番、心配している、ものは、通学方法ということでした。自転車通学も選択肢の一つになると思います。10月の、条例施行に向けて、自転車保険の加入促進は、具体的にどういうように進めていきますか。はい、答弁願います。教育長。はい、まあ、基本的に、自転車保険に入るのは、条例を読ませてもらうと、保護者の義務とされていて、学校、それから教育委員会は
入っているかどうか の通学者に対しては確認を必ずするようにというふうな形になっているんですが、そうは言ってもいかないものですから、私たちとしては通学者に対しては基本的には保険に入ってなければ通学は認めない方向で、またそれは今現在もそうですし、新しい新中学校についてももうヘルメットと保険っていうのはもう義務で、それが許可する条件にするようなぐらいのこと、それから通学者でない保護者に関しては、昨日でもやりましたが、何らかの形で知らない保護者もいるかもしれませんので、学校を通じて通知文等で推奨したいと考えております。はい、再質問ありますか。はい、下山議員。はい、わかりました。昨日ですね、杉山誠議員も、述べていましたが、昔は、自転車もどちらかというと歩行者と、同様に弱者扱いだったんですね。ところが最近、自転車事故の損害賠償額は、高額な、判決が、数多く出ております。保険に加入していれば、すべて安心ではありませんけれども、一旦加害者となった場合には、せめてもの償いということで、民事責任は果たすべきだと考えますので、この辺10月に向けて進めていくべきだと思います。先日保険代理店の方に、静岡県の自転車保険条例が施行されてから、問い合わせはどうかと、紹介したところ、4月以降富士市の方から1件だけ紹介がありましたという回答でした。まだまだ県の自転車条例は、浸透していないなというふうに、思いました。伊豆市においてはいよいよ来年に、オリンピック・パラリンピックの自転車競技が開催されるにつれて、自転車人気もさらに盛り上がっていくことが考えられます。条例の義務化に対応すべく今後の取り組みが必要ですが、先ほども、市長が答弁された通り、まずは現在加入している自動車保険等の特約等を確認すること、この作業がまず第一だと思います。最後に、この伊豆市に住めば子どもや女性、そして高齢者などの弱者を全市民が一丸となって見守る町、日本一美しい町、日本一安心安全な町を宣言できるような強力な取り組みの推進を提案して、一般質問を終わります。以上で下山昌司議員の質問を終了いたします。